皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はモーリーファンタジーでゲットしたものを紹介していきたいと思います。一つだけモーリーファンタジーじゃないゲームセンターで撮ったものもあるんですが、すごく運が良くて、なんとねすごく安く撮ったので紹介していきます。よかったらぜひ最後まで見ていってください。では早速紹介していきます。はい、まずこちらになります。こちらのねモーリーファンタジー限定のスクイーズなんですが、めっちゃこれが欲しくて、割と前8月ぐらいから出たっぽいです。でこちらずっと欲しくて、ですごいね、でもメルカリとかだと1500円以上とかで売られてて、2つセットで、ですごい欲しいなと思ってたんですけど、自分でねこの間やったら取れなくて、で欲しいな欲しいなって思ってたんですね。でそしたら今日すごくこうアイスが置いてあって、こう掴んで絶対掴むことはできるんだけど、落ちてその隙間に落ちるか跳ね返ってきて戻っちゃうかだったんですよ。で今回ねその落ちる隙間がすごく広かったので、ちょっとできるかなって思って、500円で6プレイのやつをやったら、まさかの500円で3個も取れました。すっごい嬉しいです。でまあ同じね色のやつは2色取れたんですけど、まだプレイあるのでちょっとやろうって思って、いちごの方を狙いました。いちごの方がピンクのカラーで、こっちがポッピングシャワーのものですね。ベリーベリーストロベリーとポッピングシャワーだと思うんですけど、これ多分外れないのかな、あ外れないかも、なんかくっついてるっぽいですね。すっごいこれ可愛いんですよ、見てください、超可愛くないですか。高反発なんですけど、ちょっとネイルがねハゲてて申し訳ないですけど、音は結構いいです。なんかほんのり甘い香りがします。アイスの匂いとかではないんですけど、なんか甘い匂いがしますね。めっちゃ可愛いのでおすすめです。結構取れやすいか取れやすくないかはその落ちる幅の広さによってなので、広い幅の時は取れやすいので、ぜひ皆さん取ってみてはいかがでしょうか。モーリーファンタジー限定なので、そう早めにゲットしてみたらいいと思います。はい、続いてこちらです。こちらねタグが見えたんですよ。でモチプニミルキーって書いてあったので、えもしかしてスポンジが入ってるぬいぐるみスクイーズかなって思ったら、まあスクイーズじゃなかったんですけど、すごいねモフモフ柔らかいなんか綿が入ってるんですけど、一応こちらゲットしました。400円で取ったかなと思うんですけど、普段私も400円でも取れない、もう1000円以上かけても取れないレベルの、すっごいもうド下手な私が取れたんですよね。すごいこんな感じで置いてあって、ちょっとこれ書き出せば落ちるんじゃないかと思って、まあ、書き出すシステムじゃなかったんですけど、まあ、なんとかね前の方に来てようやく400円ぐらいで落ちました。すごいこちら可愛くてね、まあスクイーズではないんですけど、すごい可愛いので取れてよかったです。色違いのなんかいちごっぽいやつも他の店舗にあるのを見てめっちゃ欲しくなったんですけど、まあちょっとね取れなかったらショックだなと思って諦めたんですけど、まあ他の色もすごい可愛かったです。こちらすごいやっぱミルキーらしいねデザインが一番これかなと思うんですけど、取れてよかったです。はい、というわけで今回はモーリーファンタジーでゲットしたものと、あとはクレーンゲームでゲットしたミルキーのストラップの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。普段の私の動画を見てくださってる方はわかると思うんですけど、本当に UFO キャッチャーが苦手すぎて本当に下手なので、すっごい取れてめっちゃ嬉しかったし、すごいその日はね運があるなって思いました。まさかね500円で3個も取れると思っていなくて、500円で1個取れればいいなっていう考えでやってたので、すごいコンプリートもできたし、もう1個ストロベリーもねゲットできたので良かったです。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったよって思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。前髪上げてくださいっていうリクエストが多かったので前髪を上げたんですけど、前髪上げて動画撮るのが恥ずかしすぎます。